先ほど私午前中も出させてもらったんですけどね、その時にも話したんですけど、桜というタイトルの、ね、曲はたくさんありますと話お話しさせていただきました。すみれでもね、桜という曲を演奏してみたいと思います。来週はね、きっと桜も満開で、ただ満開ですね、きっと、はい、すいません、まだ私の喋りもつぼみです。はい、うまくまとめました。うまいな、これ勝手に、はい、感謝しましたよ感謝するよね、はい、いつかするよね、いつか、ね、もっともっと上手になって、ねね、私たちあのことなんですけど、実はね、子供たちがね、私はね、あの上の子がね、卒業しまして、今年中学校になります。でね、恵美さんとこはね、うん、高校生を卒業されて旅立ちます、そうですね、もうね、そんな時にね、ぴったりな曲じゃないでしょうか。はい、森山直太朗さんの桜です。Bye.